魔王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物が出現したのだ。八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇と呼応して人間に襲いかかった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖蛇はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。この絶望的な状況を覆すため、残された方法は一つ。妖魔の本拠地に潜入し、敵の要たる妖蛇を撃つのである。たとえそれが無謀な賭けに等しくとも。生き残った最後の英傑、馬長、芝生、武田家半兵衛の三人は決死の覚悟を持って作戦に臨むのだった。城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛けるか。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番高い方法なんだから。希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。バチか、妖者を狙うか。この戦い、身の悪い賭けみたいなもんだな。仕方ないよ、今回は相手が悪すぎる。妖者はこの門の向こうか。俺の番だな。よし、このまま妖者の元まで駆け抜ける。大き参上。でかすぎるぜ。行くぞ、崖を飛び降り妖者に迫るのだ。Easy!
長くがいい。あったな。この土砲をいただくとするか。私としたことが。諦めん。このままでは。一発無影らせん客だ。目を見張るばかりの戦ぶり。なかったのだ。退却せよ。
被害が増すだけだ。次の機会を信じるしかない。全員逃げろ、撤退だ。ファイヤー一殺無影らず客。感謝のしようがございません。引き当てろ。一殺無影らず客。女の子突然現れることがあるかも。何か別のものから生まれたとか変化したとか考えたことが自然だよね。ここで口当てろ。やるな、大したもんだぜ。あいつらのためにもこんなところで死ねるかい。よし、ここにいれば。なに、面白そうなことしてるのね。はいはい。これで終わりだってのか。あら、もう終わっちゃうの。つまんねえ。もっと楽しませてよ。こちらへ。皆様、ご無事でようございました。何者だ、妖魔の類か。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ。今さら千人くらいで驚かないが、俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かの幼者、今の皆様方のお力ではと過去へ渡りお味方を増やされますよう、私がそのお手伝いをいたします。あの、話が唐突すぎてついていけないんだけど。満言を尽くしてもご理解は得られますまい。されば少佐をお見せしましょう。バカな、幼者に挑む際引き払ったはずだ。それがなぜここにある。俺たちが時間を戻ったんだろうな。これがかぐやの言った少佐なんだろう。本当に過去へ戻れるというのか。ならば俺は幼者出現の後この地へ至る前のことだ。俺は仲間と共に小田原城を目指していた。
その途上、医療の地で襲撃を受け、俺は仲間を救いたい。頼む、その時へ戻してくれ。承知いたしました。では後進にお進みください。俺の部下、みんな容赦に。